アメリカ合衆国ブッシュ大統領による悪の数軸、イラン・イラク、北朝鮮ボルトン国務次官による悪の数軸を超えて演説で指定された国々、キューバ、リビア、シリア悪の数軸とは、アメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領が2002年1月29日の一般教書演説で、朝鮮民主主義人民共和国、イラン・イスラム共和国、イラクの参加国を、 名指で批判する際に使った総称である。アメリカ合衆国は2001年9月に同時多発テロ事件を起こされており、大テロ戦争の一環としてアフガニスタン紛争は勃発した。悪の数軸発言はこれが一定の成果を収めた翌年の2002年1月に一般教書演説において当時のならずもの国家を国々を念頭にして発言されたものである。 なお、仕掛け人は、ブッシュ政権のスピーチライターで、当時はまだ、アメリカ国籍でなかった、ユダヤ系カナダ人のデイビド・フラムである。当時欄、イラク、北朝鮮は大量破壊兵器を開発もしくは、保持しており、またテロ組織を支援しているという認識が米英を、はじめとする、先進諸国にはあった。イラクは、湾岸戦争後の取り決めで大量破壊兵器の破棄。 および国連による査察団の受け入れが課されていたにもかかわらず、取り決めを守らずに1999年の武器査察団に非協力的態度を示していた。また北朝鮮は国際原子力機関の査察団を追放し、核拡散防止条約を破棄して核兵器開発に乗り出した。イランの場合は、イランの核開発問題があった。さらに、同年5月には、 ボルトン国務次官による悪の数軸を超えての演説において大量破壊兵器を追求する国々としてシリア、リビア、キューバが追加で指定されている。そして約1年後の2003年3月19日にイラク戦争が勃発する。悪の数軸という表現は第二次世界大戦における数軸国とロナルド・レーガンの悪の帝国発言を組み合わせたものとみられる。 またイラク戦争後の2006年2月30日にワシントンで行った講演でも再び悪の数軸という表現を用いてイランと北朝鮮を批判している。ベラルーシは1994年以降2021年に至ってもなお独裁や人権弾圧を続けているルカシェンコが大統領の座についているヨーロッパ最後の独裁国家であるため アメリカなどの自由主義諸国との関係は良好ではなく、アメリカによるベラルーシへの経済制裁後の2008年5月には、国交を事実上断絶した悪の数軸の中の一国である。イラクは反発したものの、同年に4年ぶりの全面査察に応じた。北朝鮮は、同年10月にアメリカとの協議中に、我々は悪の数軸の一員だと開き直るような発言をした。イラク、 イランといったイスラム国家の他に、非イスラム国家である北朝鮮を混ぜたことで、これが、キリスト圏とイスラム圏の争いではないと主張する、意味を持つという評価もあった。ベネズエラのウゴ・チャベス大統領は、悪の数軸をもじって、ベネズエラ、キューバ、ボリビアの連携を、全の数軸と自称した。これらの国は、中南米の反米、左翼政権であり、アメリカが進める、 新自由趣味やグローバリズムといった点に対抗するための協調を行っている。2008年2月28日、イスラエルのエフード・オルメルト首相が日本記者クラブの講演で北朝鮮とイラン、シリア、ヒズボラ、ハマースは悪の数字だだと発言した。これに対し北朝鮮はイスラエルといえば中東地域で侵略と破壊、殺人などの悪事を働く。 最も危険な反動勢力である、シオニストの巨頭が、犯罪的なハンパレスチな侵略行為やアラブ領土、占領政策などで自らに注がれる世界の鋭い、視線を他にそらそうとしているが、それは逆に自分の首を絞める、愚かな行為であると激烈に批判した。ただ、北朝鮮が、イランやシリアと、武器輸出などで懇意なのは確かであり、また、アメリカ議会調査局によると、 ヒズボラの兵士が1980年代後半から北朝鮮当局の招待に応じて包丁し北朝鮮国内での軍事訓練を受けていたとされる2010年5月12日にはイスラエルのアビグドール・リーベルマン外相が日本の記者クラブの講演でイラン、シリア、北朝鮮を悪の数軸と呼び国際社会が核や大量破壊兵器の拡散防止のために 連携するよう訴えた。ありがとうございます。